ネットで見つけた怖い話。第7410話、通勤途中にある惣菜屋さん。40過ぎの固い職業のご婦人から聞いた話。通勤途中にある惣菜屋さんのシャッターが閉まっていて、家族に不幸が出たのでしばらく休業いたします。という内容の張り紙がしてあった。仕事先から帰宅途中にそれを見て、どなたが亡くなったのかな、と思いつつふと2階を見上げたら、いつも通りの割烹着を着た惣菜屋の奥さんが、2階の窓からぼーっと下を見ていた。あら、ご主人さんが亡くなったのかしら、と思って帰宅。翌日、亡くなったのはご主人ではなく、奥さん。2階から見ていた人、であると知ったとのこと。ネットで見つけた怖い話。第7411話、相手が持たない。私のことを好きだと言ってくれた人が何人か亡くなってる。中学の時の同級生、20歳くらいで首吊り自殺。その1ヶ月前くらいに会った友人に、まだ私のことが忘れられないと話していた。初めて勤めた会社の5歳上の人。私が会社を辞めた数年後、排ガス自殺。会った時には既婚者だったけど、夫婦仲は最悪だったみたい。奥さんが浮気してたらしい。元彼。別れた直後から体調を崩し、病死。元彼以外は向こうが一方的にって感じでした。私は、自分のこと、ごく普通の人間と思っていますが、ちょっと怖いんです。私みたいな人いますか？ちょっと違うけど、私の夫は付き合った人全員精神病んだ。私も安定剤飲んでる。普通に優しくて働き者のいい夫なのにな。ただ子供の時に、祈祷師から付き物がついてるって言われたらしい。私も言われたことがあって、お互いだから何？というスタンスなんだけど。もしや、疲れてる同士だから夫婦でいられるのかも、と妄想することがある。296。自殺しやすい人、スカ自殺しちゃうようなどこか弱い人に、好かれる魅力があるんじゃないのかしら？付き合ってる最中に死なれて悲しい思いをしてないだけでも運が強いのね。297。全員が何人なんだろう？10人以上だと統計的に怖いね。関係ないけど、うちの旦那もちょっとそれ系。彼の場合は、要するにそういう感じのちょっと弱くてわがままな女性が好みなんだが、上辺は優しくて実際は面倒見が悪いから、相手が持たなくて悪化するんだと思う。298。全員で4人行方不明になったり入院したり。でもきっと298さんの言う通りのパターン。そうよねー。付き物なんかじゃないや。ネットで見つけた怖い話。第7412は、犯行の動機。千葉県柏市で、一家4人を殺害したとして逮捕された77歳の男が、朝起きたら体調が良かったので殺害を決意した、と話していることがわかりました。木内義雄容疑者は24日午前6時頃、孫のまなびちゃん、4、ら一家4人をハンマーで殴って殺害した疑いが持たれています。その後の調べで、木内容疑者は、今まで何度か殺そうと思ったことがある。朝起きたら体調が良かったので殺そうと思った。と話していることがわかりました。木内容疑者は、体調を崩して病院に通っていて、健康上の問題で家族との間にトラブルがあった。とも話しています。警察は、25日から遺体の司法解剖を行って死因を特定するとともに、さらに詳しい犯行の動機を調べています。恐怖。記事が語る怖い話。心霊。26。最近あった、千葉県柏市のじいさんが一家4人を金槌でやってしまった話。隣の神社のお神木が邪魔で、木を切り続けていたら、娘さんが亡くなって、今度はこんな事件まで起こって怖いです。長男の中学先生も、一度離婚して今はうつ病で休職中だったとか。351。
それ本当なの？あなたご近所さん。351ですけど、全部、今週発売の週刊文春に載っていました。だから、ご近所さんではないです。ある住民は、こんな話をした。実は、15年ほど前から木内家では、不幸が相次ぎました。吉尾さんには娘がいたのですが、亡くなってしまった。また、茂さんの最初の奥さんも家を出て行ってしまった。その前に、近所の神社の木尾吉尾さんが、うちが日陰になる、と容赦を呼んで切った事件があった。そのたたりでじゃないかと、言われました。それでも懲りず、木を切るのをやめなかった。今年の春も切っています。理屈っぽくてトラブルを起こす厄介者としてみんな近寄らないようにしていた。もともと小さい頃からこの辺の番長で、人を殴ったりもしていた。と文春の P35 に書いています。詳しくは本を見てきてください。では、さいなら。ネットで見つけた怖い話。第7413話、テレビの幽霊物件特集。去年の夏の超オフレコというスペシャル番組が、幽霊物件特集でした。かなり背筋が凍った、ある古いアパートの101。豪室で霊が出るというのが定説で、入居者はすぐ出て行ってしまうとのことでした。そこを早速取材することに。取材現場に向かう前にスタッフが交通事故に遭うというアクシデント発生。飾ってある額の裏にはお札が。押し入れの壁には、爪でかきむしるような跡と女性の長い髪が。他の部屋の人に聞いたら、101号室には誰もいないはずなのに、夜中に壁を爪で引っかくような音がするとのこと。お風呂はすごい色で塗って改装してあった。取材陣がそこに一晩泊まったが特に何も起きず。ここからはあんまり覚えてないんだけど、幽霊が出るという噂は、ある女性の入居者が退出していってからだった。3年ほど前かな？後日、不動産屋で書類を調べていたら、その女の人の名前や実家の住所が判明。電話して、〇〇さんいますか？と親に聞いてみると、なぜそんなこと言わなきゃいけないのですか？と怒ったような感じで切られた。そこで実家まで行き、インターホン越しに、〇〇さんいますか？と聞いてみると、口を濁して、ああ〇〇は、亡くなってるんですよ。との返事、その亡くなった時期は、ちょうどそのアパートを退出してから1ヶ月も経たない頃。原因は交通事故だったかな？病気だったかも、この話は正直ゾッとした。和田、明子、さんとかは、こういう結果だったからといって、この女性が幽霊だと決めつけるわけにはいかない。そんなことない。みたいな風に言っていた。しかし、どう考えても、その女性がそのアパートに出ている幽霊だとしか考えられない話。番組、だった。番組側も、その女性の親に遠慮して詳しいことは聞かなかった。でも気になるなぁ。本当に怖かった。ネットで見つけた怖い話。第7414話、機械の誤動作による事故。通販の某ベーグル屋からこんなメールが届いた。去る7月7日、弊社製造工場におきまして、作業終了後の清掃中、通常未使用の機械誤操作により、スタッフが亡くなるという、不慮の事故が発生いたしました。今回事故に遭ってしまったスタッフは、弊社に勤続20年のパン職人であり、パンを作ることが大好きで、お客様のもとへ美味しいパンをお届け、できることを大変誇りに思っておりました。清掃作業中にこのような事故が起きたことで、弊社といたしましては、営業を自粛することも考えました。しかしながら、そのスタッフの気持ち、いつも商品が届くことを楽しみにご予約いただいているお客様が、いらっしゃること、そして今後の弊社のあり方も含め、社内で検討を重ねた結果、お客様がいらっしゃる限り、今までと、変わりなくスタッフ全員で心を込めパンを製造させていただきたい、という考えに至りました。7月9日にうちにベーグル届いてるんですけど、
捨てようか ORZ713 みたいな機械の誤動作による事故ってのについての怖い話。かつてある大企業の工場で働いていた、うちの工場や取引先企業のよその工場なんかでもだったけど、この手の事故ってのは大抵就業時間中より713みたいな就業時間外の点検もしくは修理中に起こる。そして実際は全然誤作動ではなく、その工場に勤務する工員の中の日頃からちょっとあいつは危ないと警戒されている特定の人物による、どうなるのかをどうしても知りたかったからスイッチを押してみたというのが多いのです。だってやっちゃいけないって言われるとどうしてもやりたくなるのが人情じゃん、キャハハハなどと言って反省どころか罪悪感も後悔もせず、どうなるか分かったから満足したと当人一人だけお気楽天下太平。今度入足なんかでこの手の誤作動による死亡事故記事があったらよく読んでみ、似たような内容のレスが必ずいくつか見つかるはずだから。私が勤めてたとこもだったけど、他のところでも人権上の問題から首にしないのです。生まれつき邪悪な奴って確かにいるんだよね。それが少年の問題なのか脳の障害なのかまでは知らないけれど、いずれにしろ753が言ってるような奴って生まれつき人生の途中から人が変わったようになんてパターンではありえない。かなり幼少期にその片鱗が出る。754、養老も大塚先生の研究チームの20年にわたる調査によると、そういう人は3歳ですでに母親が異常を感じていたことが多いそうだよ。がくぐる。そういえば先日の秋葉事件の犯人のお母さんも近所の人に、あの子は榊原に似ている、と漏らしていたんだって。753、ずっと単純作業してるとそういう心理状態になるから休憩が重要って聞いた。回ってる機械に指を差し込んじゃうとか、あのたくま種も母親が妊娠中に、妊娠を喜ぶ夫をよそに、この子、あかんねん、あかんねん、と連呼していたそうだね。母親にしかわからない感みたいなものが働くのかも。ネットで見つけた怖い話。第7415は、トイレの妙な匂い。私の実家は私だけ霊感霊。他はみんな、何かしらある。一番顕著なのは母の予知夢だが、長くなるので割愛。父が60歳で亡くなった当時、家を出て一人暮らしをしていたんだが、葬式もろもろ終えしばらくして、自宅でトイレに入ると妙な匂いがすることが頻繁に起こるようになった。その匂いは日によって2パターンあり、一つはタバコの匂い。もう一つは何とも言えない不快な、でも前にも嗅いだことある、という匂いだった。タバコを吸わない部屋に遊びに来てタバコを吸う人もいないのに、タバコの匂いがするのも不思議だが、それよりも正体わからないが覚えのある悪臭が気になり、記憶をたどってどこで嗅いだか考えていたら父だった。父は大層な酒飲みで、私が大きくなった頃には酒が原因の大怪我で半分ニートだったんだが、私が小学生の頃は夜どれだけ飲んでもどうにか仕事に行っていた。毎朝出勤する父と登校する私の洗面などが被るので、当然トイレタイムも被る。二日酔い父の後にトイレに入ると本当に臭かった。今思うとあれはアルコールとアンモニアの混じった匂いだったんだろう。それを思い出した時に、ああそういえば父は便秘がちで、大きい方をするときはいつもタバコを持ってトイレにこもってたなぁ、とも思い出した。父はありていに言うとアル中で酒乱だったので良い思いではないが、死後に見つかった日記の最後の方に、マルコ、私、がかかり、と何度も書いてあったので、やはり親としてこの行く末が心配できてたんだろう。その当時の私は、離婚、大病を患い後遺症を抱える、その他トラブル続きに加え人付き合いもなかったので、霊感の私ながら、その父らしき気配は数年続いたが、今の夫と知り合って一緒に暮らし始め、入籍したら出なくなった。夫は、
お前の父さんに合格をもらったんだろうなぁ、と言っている。ネットで見つけた怖い話。第7416話、太ってる子。メンヘラ系の話なので、苦手な人は今のうちに逃げて。消防の頃の友達に、すごく太ってる子がいたんだ。小5で150キログラム超えみたいな。遊びに行った時のおやつは、ケーキに揚げドーナツにラーメンに、漫画に出てきるみたいなおやつどっさりな世界で、どれでも好きなの。っていうよりは、一人分ずつきっちり用意してあり、その子も私もきっちり食べましたとも、美味しかった、ゲフ。いいなあいつもこんなにすごいおやつなの？って聞いたら、うんこんな感じ。と答えた。でもあれは、軽く見積もっても 2500kcal は余裕で超えてた。晩ご飯も素敵で、その子は会話の導入が大抵。昨日の晩ご飯の話題だった。いつもこんな感じ。好き。クリームたっぷりシチューに買いもおかわりしちゃった。デザートはチーズケーキ。チョコレートアイス。ひ。大きなハンバーグステーキ。チーズとソースがたっぷり乗ってるの。揚げポテト大好きたくさん食べちゃった。水。ふわとろ特大オムライス、エビフライタルタルソース添え、フライドチキン、フルーツパフェ、注文してあったアイスクリームケーキが届いたからそれも全部。いかやく、さすがに、おい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 、だから太るんだよ、って子供心に思った。単に美味しいもの大好きなおデブさん一家なら平和なもんですが、その子のママンはとってもスマートです。ママンはそれらのごちそうやお菓子は一切口にしません。結婚前は地元でモデルをやっていました。とっても美人で痩せています。その子も太ってなかったら、おそらく、すごく可愛いはず。太る前の写真を見たら、漫画に出てきるような超絶美少女でした。学校では保健の先生から食事と運動の注意指導がたびたび入っていたのに、ママンはそんな指導は無視です。ちなみにお父さんは単身赴任で、月に何度かしか帰らないという。すべて子供だけのために作られる晩餐なのだ。虐待や嫌がらせに敏感なアメリカで、新たにこんな種類の虐待が報告されています。フィーダー。半ば強制的に、過剰に食べさせる、二目と見られないように醜く太らせる。902、フィーダーって初耳怖いね。若い娘に嫉妬してるのかな。でも、その反対の虐待なら聞いたことある。すごく太ってる飼い主や母親が、ペットや子供に極端なダイエットをさせるっていうやつ。自分がダイエット成功できないから、それを託すらしい。フィーダーって虐待の話、山岸涼子の漫画に似てるね。美しい女優とその娘の話。その話は最後には、ママの最後の恋人を取っちゃって、ダイエットして素晴らしい美少女になるって話だったけど、母親って娘にそこまで嫉妬できるのだろうか。918。それ知ってる。思い出したわよ、フィーダー話で。わら。母親が拒食症で、飢餓感を満たすために娘に食わせる。そういう歪みもあるそうだね。勝ち又周名子の怖い話。熱狂的なファン。DTDX でやってた勝ち又の話も怖かった。誰か覚えてる人キョルかな？勝ち又。僕がまだちゃちゃやってる時なんですがね、仕事が終わってマンションに帰ったんですよ。階段登って部屋が見えるところまで来ると、部屋の前に女性がいるんですよね。ここ、よく覚えてない。度が過ぎた熱狂的ファンだったらしい。その女性に追いかけられて、ファンレター投げられるのを避けながら逃げた。とか言ってた。で、どこかに隠れて時間を潰して、夜にまたマンションに戻ったんですよ。念のため、近くの公衆電話から自分の部屋の留守電チェックしたら、入ってましたよ。その女性からメッセージが、何件も。最初は、勝又さん、いるんでしょ？わかってますよ。開けてください。って感じなんですよ。だんだん、いるんでしょ？開けて、開けてー。って感じで、ドア叩いてる音も入ってる。しまいには、開けて、寒い、
寒いのよ。開けて。って感じで。で、部屋の前にその女性がいないことを確認して、ダッシュで部屋に入って速攻で鍵閉めましたよ。部屋にいると、しばらくしてカン、カン、カン、って階段を登ってくる音が聞こえるんですよね。で、案の定部屋の前に来て呼び鈴鳴らすんですよ。僕は、イルス使ってたんですけど、そのうちガチャガチャとドアノブ回したりして。挙句の果てには郵便受けに手突っ込んで、無理やり覗こうとしてるんですよ。僕は、頭から毛布かぶって、帰ってくれー。帰ってくれー。って思ってました。しばらくしてその女性もいなくなったようで、僕も知らないうちに寝てたんです。朝になって目が覚めて、しつこかったなぁとか思いながら郵便受けの新聞取りに行ったんですがね、新聞取ったら、一緒にカラカラって何か落ちてきたんですよ。なんだろ？ってよく見てみたら、爪、血まみれになって剥がれた爪、ここでダウンタウンと共演者一同絶叫。こんな感じだったと思う。ネットで見つけた怖い話。第7417話、レンガ張りの商店街。夕方、夕焼けが綺麗な時間帯の商店街を歩いてたんだ。レンガ調の通路が夕日に映えて綺麗だにゃーなんて、たらたら歩いていたら前方20メーターぐらい。かな？琥珀色で半透明の変なもんが横切った。男の足だった。血のパンで黒いベルトをして靴も履いていて、むっちりと足の質感はあるものの、上半身が全くない。スタスタ歩いてる足も、向こう側が透けて見えている。で、そのまま行ってしまったんだけど、ほうあれが幽霊というものか、と。なんだかあっけない。噂によく聞く寒気とか金縛りなどもなく、スーッと一気舞い上がりました。思うところ、誰かの記憶の残像のようなものが残っていたんでしょうか？今生きてるのか死んでるのか知らんけど、余談。そのレンガ張りの商店街で以前、60過ぎくらいのおばはんがおいおい泣いてるんだ。どうしましたか？と声をかけたら、痛いんです痛いんです。と泣くばかり。他にも学生風のこと50くらいのおばちゃんが来て。大丈夫ですか？転んだんですか？と問うのだが、痛いんです痛いんです。視界はない。救急車、呼びましょうか？と聞いても、痛いんです痛いんです。なので、救急車呼びますよ。と、携帯で救急車を呼んだ、待つ間もひたすら、痛い痛い。と泣き続けていたその人は、救急車が到着した瞬間、ピタッと泣き止み、何ですか？困りますー。と、スクッと立ち上がり、オリンピック選手のごとく立派なフォームの猛ダッシュで逃げていった。後に残った私ら3人、救急車の人に謝る。更年期障害の情緒不安定ってああいうやつなのかなー、なんて、幽霊よりこっちのが怖い気がした。ネットで見つけた怖い話。第7418話、こっくりさんを下地味グループ。小6の時だから今から25年くらい前だけど、こっくりさんが流行った。スポーツができたり人気あるグループだったりする子たちは、そういうのをバカにして。というか興味なしだったけど、大抵こっくりさんに興味を示すのは、クラスでもちょっと見落とされるような地味な子たちのグループ。その地味グループの中で内弁慶的に威張っていた子が、率先して放課後に教室で始めたんだけど、私も含め、やだ気持ち悪い。と思って、そのグループ以外の子たちはさっさと教室を出て運動場で遊んでた。そしたら、私たちの教室が大騒ぎらしいと誰かが言いに来て、その場にいた子供たちが学年関係なしにほぼ全員、教室に興味本位に向かったら、教室内でこっくりさんを率先した子が、ギャーラー叫び散らしよだれしたたらして失禁してた。あまりの異様さに駆けつけた先生たちも騒然。グループの他の子たちは、ショック状態の子と泣き続ける子。次の日からその子は学校に来なくなって、そのまま卒業式。先生が、
しばらく〇〇さんはお休みします。と告げたっきり。今も同級生の間で謎なんだけど、中学にも来なかったのよね。いろいろな噂が飛び交ったけど、結局誰も本当のところがわからないの。ポンと消えてしまったみたいな、夜逃げするような家庭でもなかったらしいのに。自宅はそのまま事件後もあったんだけど、人が住んでいる気配がなかったらしい。この話には続きがあって、当時の私たちは今はもう30代後半なわけだけど、同級生がたびたび、今もその子を目撃するという現象が起きているの。それこそ、絶対嘘だ、面白半分のデマじゃないの？って感じだけど、当時の姿で現れるらしい。それってその当時に亡くなったのかな？ってことになるんだけど、目撃者は男女関係なく、その当時のクラスメイトばかり。先週、同窓会があって、そこでそういう話が出たら、私も、実は俺も、と。一人は、県外住宅を旦那さんと見学に行った時、ベランダからの景色を見ようと2階のベランダに出たら、少し離れた場所。別の新築予定の空き地にその子が立ってこっちを見ていて、ゾッとしたと。表情はわからないけど、とにかく怖かったらしい。もう一人は、電車のホームで目撃したらしい。反対側のホームから自分をじっと見てたとか。こういう話がボロボロ出てきて、和やかな同窓会の雰囲気が当時に戻ったような感じに。また誰かが別の話題に戻して、最後は気持ちよく会が終わったけれど。当時、その子がよく着ていたのが赤いスカート。今はもう売ってないデザイン。背中でバツになる、たすき掛けのスカートって同年代なら分かってもらえるかな？スカートはプリーツが入っていて、それと、丸襟に刺繍が入っているブラウス。今の子ってあんまり着ないよね。それと、白いハイソックス。ダンカット、みんなが目撃した姿が奇妙に一致していて、それも怖かった。私は、まだ目撃を免れているけど、いつか目撃するんじゃないかと怖い。加納秀隆の怖い話。奇妙な言い伝え。加納さんの実家の宮城県の桜田山神社。桜田という地名の奇妙な言い伝え。昔、赤子を背負い田んぼで作業していた母親が、誤って背中から赤子を落としてしまい、溺死させてしまった。母親は供養のために田んぼに桜を植えたことから、桜田という地名に。小学生の頃、夜中にトイレに起きて神社の長い廊下を歩いていかなければならない。ある夜、トイレに行こうとしたら、廊下の奥に何か気配がする。目を凝らしてみるとそれは白い女性の手で、加納さんに向かっておいでおいでをしている。慌てて父母の元へ走り訴えたが、父は、そんなもの出るわけがない。と取り合ってくれず。結局トイレはどうしたのかには触れず。しばらく経ったある日、夜寝ていると金縛りにあった、部屋の隅の方で、女性の、クスクス、という笑い声が聞こえた。その笑い声はだんだん近づいてきて、顔の前まで、早く朝になれ、と念じていて、気づくと朝になった。その後に父母と加納さんで茶の間で朝食をとっていると、弟が階段を駆け下りてきて、女の人が、と泣く。弟は前夜、畳の上で壁に寄りかかり、一人で漫画を読んでいた。体育座りを楽にした座り方。すると、ガラスをゆっくり踏んで割れるようなチキチキした音がする。なんだろうこの音と思った途端に、身体がピーンと一直線になり、金縛りに。驚いていると、上半身だけの女性が弟の目の前を通り過ぎていく。その時に、クスクス。という笑い声が、そのまま気を失い、朝目覚めたので父に訴えるも、そんなのあるわけがない。夢でも見たんだろう。と取り合わない。加納さんは、自分が見た女性と同じだろうと思った。桜田の地名の元となった、子供を亡くした母親が成仏できずにいて、子供の前にだけ現れるのではないか？
ネットで見つけた怖い話。第7419話、なりすまし。朝鮮人にまつわる怖い話。8。俺の住んでいる町にも、地方都市でありながらそんな話がある。一昨年亡くなったじいさんから聞いた話。俺の町では空襲で1以上が死んだ。特に当時本家のあったあたりはひどくて、一家丸ごと焼け死んだ家も少なくはなかったらしい。隣近所でも、遺体がどれだかわからなくて、とりあえず亡くなったということになっている人や、生死不明のまま実家に引っ越していったと思われる人など、様々だったらしい。昭和30年代になって、じいさんが隣県の縁者の結婚式に出席した時に、空襲前まで隣に住んでいた人と偶然再会し、懐かしい昔話に花を咲かせたのだが、その時に妙な話を聞かされた。その隣人のさらに林家は一家丸ごと焼け死んだはずだったのに、戸籍上ではみんな存在しているらしい。その隣人は金融機関に勤務のため、何かのヘリでそんな話を耳にしたらしく、気になって調べたようだ。なんとか現在の住まいを突き止めて、何気なく接触したところ、言葉の感じからその林家の人とやらは、朝鮮人のなりすましのようだと言っていた。じいさんは、戦後はこんな話が多くあったんだよ。って、無然とした感じで話してくれたのを思い出したよ。その話を聞いた時には、まるでウルトラセブンの何話かの話みたいだなぁと思った。私の母親って近所でも有名なエキセントリックママさんで、何か気に入らないことがあると、相手に悪意がなくても大騒ぎ、挙句は大暴れまでする非病持ちで、ちょっと気の弱い人がいたりすると速攻いじめたり、パシリにしたり、足代わりにしたり。文化背景も、母方だけど、他人の不幸は蜜の味、人を見たら敵だと思えとか、そんな感じだし、弱肉強食が座右の銘だし、とにかく毎日ヒステリーばかり起こしてる、大のキムチ好きで、朝鮮知って言わないと物を投げて怒る、キムチに対するこだわりも強いし、母方のじいさんは公務員だったし、もはや、私の脳内では、母方一族なりすまし朝鮮人決定。ORZ 派、ため息。445。菩提寺とかお墓とか盆や正月の過ごし方はどんな感じ？あと母方の王子大場、分家筋など親戚付き合いはどう？まだまだチェックポイントはあるよ、確定の前に。446。母方はばあさんしか知らない。親戚付き合いは全くない。いるのかいないのかも知らない。ばあさんは親戚のことは全く喋らない。いつも意味不な返答でお茶を濁す。盆は、うちもお盆に墓参りしようよ。と提案したら、母は非病って。そんな神秘臭いこと、お前一人でやれ。墓なんか教えてやらない。お前が勝手に調べろ。と感触を起こされた。当然母方の墓参りなんてしたことがない。場所も知らない。大塚あたりにあるらしいが、父方浜っ子な日本人。家系図もある。小さい頃、よく母が感触を起こして、何が王子主の息子だ笑わせんな。北海道じゃ意味ないじゃないか、馬足か。と叫んでた。おいこらあんたは金目当てで結婚したんかいと。小一時間。もう確定ですな。たはは。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？エマの遺書。リンク。ボロ小屋の老婆。あれは僕が小学5年生の頃。当時、悪ガキでいたずらばかりだった僕と、友人の K は、しょっちゅう怒られてばかりでした。夏休みのある日、こっぴどく叱られた K は、僕に家出を持ちかけてきました。そんな楽しそうなこと、僕に異論があるはずもありません。僕たちは、遠足用の大きなリュックに、お菓子やジュース、漫画本など、ガキの考えうる大切なものを詰め込み、夕食が終わってから、K
近所の公園で落ち合いました。確か、午後8時頃だったと思います。とは言っても、そこは線は金が近所。いくらでもあろうはずがありません。どうする?話し合いの結果、畑の中の小屋に決まりました。僕の住んでいるとこは、長野の片田舎なので、集落から出ると、周りは田畑、野原が広がっています。畑の中には、農作業の器具や、わら束などが置かれた小屋が点在していました。その中の、人の気なさそうなボロ小屋に潜り込みました。中には、使わなくなったような手押しの耕運機があり、あとは、ベッドに良さそうな藁の山があるだけでした。僕たちは、持ってきた電池式のランタンをつけ、お菓子を食べたり、ジュースを飲んだり、お互いの持ってきた漫画を読んだりと、自由を満喫していました。どのくらい時間が経ったでしょうか。外で物音がしました。僕と K は飛び上がり、慌ててランタンの明かりを消しました。探しに来た親か、小屋の持ち主かと思ったのです。二人で藁の中に潜り込むと、息を潜めていました。ザリ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 、何か、妙な音がしました。砂利の上を、何かを引きずるような音です。ザリ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 、音は、小屋の周りを回っているようでした。なんだろ?様子、見てみるか?僕と K は、そーっと藁から出ると、ガラス窓の近くに寄ってみました。そこには、一人の老婆がいました。腰が曲がって、骨と皮だけのように痩せています。髪の毛は、白髪の長い髪をボサボサに伸ばしていました。なんだよ、あれ、K が小声で僕に聞きましたが、僕だってわかりません。老婆は何か袋のようなものを引きずっていました。大きな麻袋のような感じで、口が縛ってあり、長い紐の先を老婆が持っていました。さっきからの音は、これを引きずる音のようでした。やばいよ、あれ、ヤマンバってやつじゃねえの?僕らは恐ろしくなり、ゆっくり窓から離れようとしました。ガシャーン。その時、K のバカが立てかけてあったクワダカスキを倒しました。僕は、慌てて窓から外を覗くと、老婆がすごい勢いで、こちらに向かってきます。僕は、K を引っ張って藁の山に飛び込みました。バタン。僕らが藁に飛び込むのと、老婆が入り口のドアを開けるのと、ほとんど同時でした。僕らは、口に手を当てて、悲鳴を上げるのをこらえました。誰ぞいるのかえー。老婆はしゃがれた声で言いました。妙に光る目を細くし、小屋の中を見回しています。何もせんから、出ておいでー。僕は、藁の隙間から、老婆の行動を凝視していました。僕は、老婆の引きずる麻袋に目を留めました。何か、もぞもぞ動いています。と、中からズボッと何かが飛び出ました。僕は、目を疑いました。それは、どう見ても人間の手でした。それも、子供のようです。おとなしくは言っとれ、老婆はそれに気づくと、足で袋を蹴り上げ、手を掴んで袋の中に突っ込みました。それを見た僕たちは、もう生きた心地がしませんでした。ここか。老婆は立てかけてあった、フォークの大きいような農具を手に、僕たちの隠れている藁山に寄ってきました。そして、それをザクッザク、富山に突き立て始めたのです。僕らは、半泣きになりながら、フォークから身を避けていました。大きな藁の山でなければ、今頃串刺しです。
藁が崩れる動きに合わせ、僕と K は一番奥の壁際まで潜っていきました。さすがにここまではフォークは届きません。どのくらい、耐えたでしょうか。ん、気のせいか。老婆は、フォークを投げ捨てると、また朝袋を担ぎ、小屋から出ていきました。ガリ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 、音が遠ざかっていきました。僕と K は、音がしなくなってからも、しばらく藁の中で動けませんでした。言ったかな？ K が、ようやく話しかけてきました。多分、しかし、まだ藁から出る気にはなれずに、そこでぼーっとしていました。ふと気がつくと、背中の壁から空気が入ってきます。だから息苦しくなかったのか。僕は、壁に5センチほどの穴が開いてるのを発見しました。外の様子を伺おうと、顔を近づけた瞬間。うまそうな子だー。老婆の声とともに、しわくちゃの手が突っ込まれました。僕は、顔をがっしりと掴まれ、穴の方に引っ張られました。うわー、あまりの血生臭さと恐怖に、僕は、気を失ってしまいました。気がつくと、そこは近所の消防団の詰め所でした。僕と K は、例の小屋で気を失っているのを、親からの要請で出動した地元の消防団によって、発見されたそうです。こっぴどく怒られながらも、僕と K は安心して泣いてしまいました。昨晩の出来事を両方の親に話すと、夢だと言ってまた叱られましたが、そんなわけがありません。だって、僕の顔には未だに、老婆の指の跡があざのようにくっきり残っているのですから。おめが、怖かった。日本人形と夢の女。私が高校入学したばかりの頃の話です。父の地元、祖父の住むそばに引っ越すことになりました。同じ県内ですがそこは県の端っこで遠くです。高校は町の高校だったので、遠くなるのは嫌でしたが、受験する前から決まってた。ことだし、友達もいない高校に行くくらいなら電車で通う方がマシでした。私たちは祖父が昔は人に貸していたという家に引っ越しました。祖父は畑仕事をしながら一人で暮らしていました。祖父は厳しい感じの人で、私は、あまり近寄りませんでした。それまで、疎遠だったし、息子である父も小学校からいとこの家で育ったせいか祖父に、よそよそしいところがあったせいもあると思います。でも近くですぐ会える、ようになったからか、私を喜ばせようとこけしや鏡とくしのセットなんかを、持ってきてくれました。ある日、日本人形を祖父が持ってきました。私は、人形が苦手なので、箱に入れて、部屋の押し入れの奥にしまい込みました。に、3日経ってから変なことが起き始めました。必ず開け方に目が覚め、またすぐ眠るのですがその夢に女の人が出てきます。モンペ姿で髪をまとめてます。農作業をしてたり見たことない土間にいたり。目が覚めてその後夢を見る、鳩をかくらい続きました。その日の開け方も目が覚めました。ただいつもと違いました。その女の人がそばに、座って私の足に触っているのです。布団越しにその感触がわかりました。これ夢だよねーや夢だ起きなきゃ、と思いますが目は開いて、います。目をつぶってみましたが腹、腕と触られているのがわかります。薄目を開けると女の人は枕元に来ていました。夢に出てくる女の人です。モンペ姿、まとめた髪。一つ夢の中と違うところがありました。額に大きな釘が刺さっていました。うっすら明るい部屋の中ではっきりと見えました。私は、叫び声を上げました。女の人はいなくなり、両親がやってきたので今起こったことを、
話しました。私の様子がただごとではなかったせいもあり、翌晩から父母の部屋で一緒に寝ることになりました。すると朝まで眠れるようになりました。一週間後くらいに学校から帰ってくると、母は出かけてました。一人で家にいるのは嫌なので、祖父の家にでも行こうとカバンを今に置いて玄関に戻ると、ドン、という音が2階から聞こえます。え？と聞き耳を立てるとまた、ドン、と何かにぶつかるような音がします。泥棒かもしれないとそっと出て祖父の家に駆け込みました。祖父は、お前は危ないから、ここにいなさい、と出て行きました。外の様子を窓から見ていると、母の車が帰って、来たので家に向かいました。駐車場で母に事情を話すと、車に乗ってなさいと言われました。中で待っていると、祖父が家から飛び出てきました。手に祖父の上着でぐるぐる巻きにした何かを持っています。母が駆け寄り心配しています。私も車から降り近づくと祖父が、お前は見るんじゃない、と叫びました。それより驚いたのは祖父の手が血だらけだったことでした。祖父は病院に行き、帰ってきてから父母と話し込んでいました。翌朝母が、私にくれた人形は、返してほしいと祖父が持って行ったよ、と淡々と告げました。今まで起こったことはみんな人形のせいかもしれないと自分を納得させました。しばらく何もない日々でした、が、私の体に小さな水ぶくれのようなものができてきました。病院にも行きましたが、この病気だ、というのは、はっきりせず、どんどん広がって足の裏や手のひらにも、できてきました。できては潰れ、またできるの繰り返しで肌はボロボロになり、ました。痛みは全くなかったです。顔にもできていて、肌荒れれとヘリがなかった私は、外に出ることが恥ずかしくて辛くて、学校から帰るといつも泣いていました。父母が見かねて、帯状疱疹ということにして学校を休ませてくれました。今の隣の和室に布団を敷いて寝ていました。このまま治らなかったらどうしようと、思いながら、そのままうとうとしてしまいました。目が覚めると夕方です。部屋の隅にあの女の人が立って見ていました。額には大きな釘が刺さっています。口元は笑っていました。急にひどく絶望感が湧いてきて、大声で泣き出しました。隣にいた母と祖父が横の襖から入ってきました。女の人はもういません。私は、母に抱きついて女の人が来た、とわんわん泣きました。すると祖父がいきなり、すまん、と土下座をしました。びっくりしていると、祖父は泣いていました。大人が泣くところを見たことがない私は、呆然です。すまんすまん、と私に謝り続けます。母が今に連れ戻そうとしますが、祖父は頭を下げたままです。勘弁してくれ、そんなにわしが憎いのか。厳格な祖父には似合わない弱々しい声でつぶやきました。次の日も休んで母と病院から帰ってくると、玄関に靴がたくさんあります。今から祖父や父の姉たちの声がします。母は、邪魔になるから出かけようね、とまた私を連れて車に乗りました。なんでみんな来てるの？と聞くと一言だけ、相談があるんだって、と言いました。その夜父が母と私を呼び、前の町に戻る、と言いました。なんで？とは思いましたが、いろいろ怖い目にあったこの家には住みたくありませんでした。今考えると無茶な、スケジュールで部屋探し、引っ越しとなりました。引っ越す日、祖父が一人で引っ越しの様子を見ていました。私は、なんとなくそばに行き、おじいちゃん、また来るから、と言いました。すると祖父は優しく笑みを浮かべて、もう来なくていい。心配するな。これでお前も大丈夫だ、
と私の頭を撫でました。町に戻ってから水ぶくれはどんどんなくなっていきました。生活が落ち着いてきた頃には、何もなかったかのように普通の肌になっていました。女の人もあれから見ることはありませんでした。その後は祖父の話もタブーみたいな雰囲気になり、会わないまま祖父は去年亡くなりました。畑で倒れていたそうです。後に父の姉に聞きましたが、父は姉が3人いるのですが、父だけでなく3人とも祖父母に育てられていないそうです。それぞれ親戚の家で育っています。また祖母は亡くなったと思っていましたが、父が小学生になった頃に離婚し、実家に戻りその後再婚しているそうです。怖かったことだけは確かですが、わけがわからないことだらけでした。あの女の人は？あの2階の音は？なぜ祖父は怪我をしたのか？日本人形はどうなった？なぜ私にだけ水ぶくれができ、治ったのか？祖父が言った言葉の意味は？祖父が亡くなった今となっては、もうわからないままです。おつです。昔からの因縁ですかね。15年ほど前の話。当時高校生だった俺は深夜3時頃、原付で家路についていた。雨がパラパラ降り出していたので、普段は通らない、近道を通ることにした。その道は、かなり大きな公園の外周道路で、道の両サイドが竹やぶになっている。この竹やぶがまた広くて、周辺に民家は全くない。歩行者は公園内を通れるし、何より薄気味。悪いので、その外周道路を人が歩いているのを、見たことがなかった。歩道もない。原付でその道に入っていく。周りを竹やぶに囲まれているせいか、気温が、ぐっと下がるのを顔に当たる風で感じる。歩行者どころか車すら走っていない。相変わらず気味の悪いところだ。200メートルほど進み、左に大きくカーブしたところにババアがいた。道路の真ん中に立ち、無表情でこちらを向いている。他に車もない。俺とババアだけ。え？と思った瞬間、フラッと動き、原付の俺を、手で止めようとした。間一髪ババアを避けて通り過ぎる。ボケーと叫びながら振り返ると、ババアはこっちを見て、立っている。俺は走りながら二つ三つ暴言を、付け加え、バックミラーで小さくなるババアを、見ていた。確実にボケてしまってるんだな、家族は何してんだよ。などと考えながら、その道を抜けていった。2キロほど走ったところで信号に引っかかった。ぼーっと待っていると、後ろから車が近づき、俺の真横で止まる。タクシーだ。なんとなく後部座席を見ると、さっきのババアが、俺をじーっと見ている。その距離50センチメートル。顔には表情はない。ただただ俺を凝視している。さすがにびっくりして目をそらした。よくタクシーもあんなところでババアを乗せたな。と考えていると、信号が青になりタクシーが走り出した。俺もタクシーの後を走り出す。するとババアがタクシーの座席から体を乗り上げて、後ろの窓ガラスに顔を近づけ俺をずっと見ている。気持ち悪い。運転手注意しろよ。その時違和感を感じてアクセルを緩めた。何かがおかしい。ふとタクシーの天井を見てみるとランプが光っている。空車。全身に鳥肌が立つまさか？俺はブレーキをかけて止まった。タクシーは離れていく。ババアは後部ガラスに内側からへばりついて俺を見ていた。実体験である。昔その外周道路でどうのこうのって後日談はない。そのババアも以降見ていない。タクシーがメーターを下げ忘れていただけ。
わからん。ほえー、おつ。ババアフ。PC を手に入れてすぐの話。当時はやっとインターネットができるようになり、いろいろなサイトを回ってた。当然ながら、その中にはオカルト系のサイトもあった。とあるサイトに俗に言う、呪われた話、が載ってて、何も考えずにお気に入りに追加していた。ところが、そのサイトをお気に入りに追加してから俺の PC にいろいろと変なことが起こった。強制的に電源を切られたり、マウスが使えなくなったり、キーボードの設定が操作中に突然変わったり。PC に詳しい友人に調べてもらったが、メモリも十分容量が残ってるし、ウイルスの類も入ってないとのこと。そこで、そのサイトをお気に入りから消去してみると、PC は元に戻った。それ以来、呪われた話、には気をつけるようにしている。弟の悩み、仕事帰りに近所のスーパー寄ったら、棚の入れ替えのためいろいろな酒が見切り品になっていたのでこれ幸いと買い込み、帰宅。すると、アパートの俺の部屋の前で弟が待っていた。数年振りの懐かしさに話も弾み、買い込んだ酒もつまみもどんどん減っていく。その時、あることに気づく。弟のあまりの自然さに忘れていたが、こいつはある問題を背負っていたはずだ。昔から、こいつはそうだった。問題が重ければ重いほど、周りを巻き込む前と無理をして自分一人で背負い込み、自然に振る舞う。幸いにしてその無理で潰れてしまうことはなく、むしろ苦境を跳ねのける強さを身につけていた。俺なんか太刀打ちできないほどに。だが、さすがに今回ばかりはそうも言ってられないはずだ。お互いかなり酒が入った今なら、話せるだろう。なあ、お前。俺の神妙な声に弟も真面目な顔になる。この前死んだんだって?ああ、仕事帰り、携帯持ったまま運転してたダンプに突っ込まれてな。急な話だから参るよ、まったく。そりゃ、このご時世だもんな。仕事の引き継ぎやら、娘の学校のこととか、全然準備できてなかったからなあ。苦笑する。やっぱりだ、自分自身のことはそっちのけで残された家族や同僚のことばかり気遣ってる。ま、あんまり器用な。少しは残ってる奴のこと信頼して任せろ。あいつは苦笑して 20% 引きのラベルがついたままの発泡酒を煽ってから、帰った。今度の休日にはあいつの家に行ってみよう。めいっ子も大きくなってることだろう。小遣いを奮発してやるか。冬の桟橋。俺の兄貴が高校生の頃の話。確か2年だったかな。当時住んでいた場所が東北の方で、毎年冬になると、白鳥が越冬しに来る川があったんだ。ある年兄貴はバイトでその川に越冬しに来た白鳥の飛来数を数えるバイトやってて、確か週末を利用したバイトだったらしいんだけど、朝が早いから川の近くに仮設住宅みたいのがあって前日の夜はそこに寝泊まりして、次の日の早朝から仕事をする、みたいなシステムだったらしい。で、日の出とともに調査を開始するらしいんだけど、初日の朝に少し早く目が覚めて近くのコンビニまで朝飯を買いに行こうと思って一人で着替えて外に出たんだって。でまだ真っ暗な川べりを雪明かりを頼りにてちてち歩いていくと、不自然なことに気がついたんだって。その川には用途不明の桟橋があって毎年白鳥たちはその桟橋を中心として集まっているらしいんだけど、その日は白鳥が桟橋から離れて集まってたんだって、不思議に思って桟橋に近づいてみると、その日はよっぽど寒かったのか。桟橋の周りの湯がなくなっている水面に氷が張ってたんだって。続く、冬の桟橋に、兄貴がその氷を見ていると桟橋の右側の氷に大きな穴が開いていて。でよく目を凝らしてみると、子供が溺れてバタバタもがいてたんだって。
きっと氷の上に乗ろうとして氷が割れて落ちたんだろう。と兄貴は思ったらしく、その桟橋まで走って行って子供を助けようと。真冬の川に飛び込んだんだって。本当にバカな兄貴だよ。桟橋の近くだから足がつくと思ってやったらしいんだけど。それが普通に不覚て兄貴の方が溺れかけたらしいのよ。で、すぐに子供を助けようと探したんだけど、その子供がどこにもいないのよ。寒さが尋常じゃなかったからすぐに桟橋の上に戻って、もう一度川を見てみたんだけど氷には自分の落ちた穴しかなくなっている。おかしい。確かに子供が、そこまで思って兄貴はドキッとしたんだ。見えるはずないんだよね。日の出前のかろうじて道がわかる程度の明かりの中じゃ、誰かが溺れてても子供だなんてはっきりはわからない。それ以前に、真冬のそんな朝早くに子供がいるわけないんだって。その後兄貴は風邪ひいてバイトはキャンセル、散々な週末になったらしい。後で兄貴がそのバイトしている先輩に聞いたらしいんだけど、結構前にその桟橋から子供が落ちて死んでいたらしい。兄貴は、俺って寒いよな、笑。とか言って笑ってたけど、それは笑える話じゃねえよ兄貴って思った。下手すると兄様死んでた夏つうか真冬しかも早朝氷張った川に飛び込んで生還したのがすげえ。他にも死にそうになったことあるんじゃないか？兄貴かっこいいな。事故のイメージ。10年前の自分が体験した話。ある夏の終わり、自分の隣の家のおばさんが亡くなりました。林家は瓦屋だったのですが、おばさん、早寝から転落して亡くなってしまったそうです。その日は通夜が行われておりました。当時、自分は、浪人生活をしていて、まあそれなりによる勉強をしていたわけです。2230時ごろ、タバコが切れたのでちょ、都会に行ってこようと外へ出ました。自分の田舎は、東京近郊といってもかなりの田舎でして日が沈むと、まず明かりはありません。しかも家の裏手はお寺の墓。場なので人通りは皆無。外へ出ると隣の家の提灯の明かりだけがぼーっと光っていましたが、お通夜など経験してみるとわかると思いますが、それなりに人がいて案外怖くは思わないものです。実際、その時も恐怖心などは抱きませんでした。少し、怖かったですが、さっさと買ってこようと自転車にこり、その家の裏口を通り、たとき、誰かが出てきました。周りに明かりが完全にない、ためシルエットしか見えませんでしたが、当然、私は、お通夜の手伝いの人だと思い、こんばんは、夜分遅くまで僕、ラウサ、言い終わるか否か、その影は、まるで流れるかのようにスーッと、お寺の方へ消えていってしまったのです。距離にすると40、ほどでしたが、走ったという風でもなく、歩いたという風でも、ないんです。本当に音もなく、スーッと。しかも、人が歩くスピードよりはかなり速く、走るよりは遅い。え？と思うよりも早く、家に引き返しました。それからは、嫌な感じがしていたのでその晩は早々に寝てしまいました。翌朝、目覚めても何か嫌な感じが残ってました。嫌な感じというよりも、不思議な感覚と言った方がいいかもしれません。漠然とした、事故、のイメージが頭から離れないんです。そういう、夢を見たわけでもないのに、その時は、事故に遭えば受験勉強、しなくてもいいわな、ぐらいにしか考えず、さっさと支度をして予備校へ出かけました。その日は一日中予備校でしたが、すべての授業が終わっても事故のイメージは消えませんでした。東京まで通っていたので地元の駅に着く頃にはだいぶ遅くなっていました。原付を走らせ、幹線道路を渡ると光に包まれました。考える隙間もなかったです。
信号を無視した車に引き逃げされま、した。その時間が2230時。引き逃げ犯は捕まったのか？バイク乗りとしてはそっちが気になる。霊が見える父親、高校の頃の友人には霊が見える父親がいた。その父親、仮に R 氏とする、はユネスコホテルの、職員をしていた。年中、全国にあるホテルを、飛び回っているらしい。R 氏は毎年夏になると〇〇県にあるホテルを、訪れることになっていた。そのホテルは4階建ての本館と別館があり、その間は渡り廊下でつながっていた。7年ほど前にそのホテルに訪れたとき、渡り廊下の4階から下にいる R 氏を女の子が見ていた。小学校低学年ぐらいで、どこにでもいそうな、普通の女の子。普通と違うところは、彼女はすでに、死んでいるということ。R 氏にはそれがすぐにわかった。かわいそうにな成仏するんだよ。心の中で手を合わせ、ホテルの職員事務所に、歩いて行った。仕事を片付け、常駐の職員と雑談をしていた。先ほどの女の子のことを話そうとしたが、見えない。人にわざわざ伝えることもないかと思い直し、そのままホテルを後にすることに。帰りがけにもう一度渡り廊下を見てみると、まだ4階からこちらを見下ろしていた。次の年も去年と同じように4階の渡り廊下から、女の子はR氏を見ていた。その次の年も、そのまた次の年も、女の子を毎年見かけるようになって5年ほど経った夏、今年も同じところにいるのだろうと、R 氏は渡り廊下。お見上げた、女の子は今年もいた。3階の渡り廊下から R 氏を見下ろしている3階。R 氏は不思議には思ったが、そんなこともある。のだろうと勝手に納得し、例年通り仕事を、こなしてホテルから移動した。で、次の年そのホテルに行ったら、2階から、お父さんを見てるんだ。それが去年の話。今年は目の前にいるのかな？と、この話を娘、俺の友人、に聞かせて、R 氏は、そのホテルに出かけていった。娘は父親がこのまま帰ってこないような気がして、ならなかった。ただいま、父親が帰ってきた。とりあえず無事のようだ。娘はほっと胸をなで下ろす。おかえり。どうだった？小走りで玄関まで父親を迎えに出た。しかし父親の様子がおかしい。どことなく罰が悪そうに娘に話しかける。ついてきた。父親は声を震わせながら、自分の脇の空中を指さし。そう言った。その日のうちに母親と娘はR氏を一人置いて家を出た。その後間もなく離婚。R氏は今でも一人でその家に住んでいる。いや二人でか。親父かわいそす。離婚調停の場で。いや、霊のせいだから慰謝料とかはね。なんて話になったら。火災の人とか困るだろうな。親父がそれ言ってくれたら、火災の人とか、精神異常者、と判断して、母親側の主張を全面的に認めてくれそうだな。離婚前にこの父親に会ったことあるんだけど、こんなこと、幽霊話、ばっかり言ってるのよ。時々聞かせてもらう俺は楽しんでいたけど、しょっちゅう聞かされる家族としては耐えら、出なかったのかも。このR氏の話が本当かどうかは知らないけど、この出来事は事実。5年くらい前に体験した話をします。怖くなかったらごめんなさい。当時転職した会社でそこそこ仕事にも慣れた頃の話です。小さい会社で事務の仕事をしてました。その日、明日必要な書類作成のため残業してました。
ジムは私一人しかおらず、いつもは社長も残ってくれるのですが、その日は他の用事で不在でした。途中彼からメールが来たのですが、今日は残業だからと返信して、仕事を続行してました。時間はそんなに遅くはなかったと記憶してます。そろそろ終わりそうといったところでコーヒーでも飲もうかと立ち上がったとき、ドアがコツンコツンと小さくなりました。ドキッとしましたが、気のせいかな疲れてるしと気にせず。自販機は事務所の外にありましたのでドアの方へ向かいました。ドアの前に来たとき今度は大きくどんどんどん、ところが外には誰もいないのです。その事務所にはモニターがありますが、何も映ってなかったのです。続きます。もう怖くて仕方なくなり、デスクに戻り慌てて彼に電話しました。その時急に停電というか真っ暗になりました。もう恐怖の極地に達してしまい、とにかく逃げようとした時、立てないのです。下を見るとデスクの下で女の人が私の両足首を掴んでいるのです。状況わかりますか？グレーのよくあるジムデスクで下半分が開いてるタイプ。なんですが、その女の人は寝そべる形で私の足首をつかみ、ただただ無表情にこちらを見ていました。私は、あまりの恐怖に気を失ってしまいました。どれくらい経ったことでしょうか。どんどんどんとドアを叩く音と私を呼ぶ、聞き覚えのある声で意識を取り戻しました。電話の様子がおかしかったので心配した彼が来てくれたようです。それ以来恐怖体験はありません。これが一番怖かった体験です。文章能力がなく、読みづらくてすみませんでした。こういう日常に急に入り込んでくる恐怖体験が共感できて怖いな。音、誰もいない、突然停電、捕まれる、恐怖のフルコースじゃねえか。僕が以前住んでいたアパートの話なんですが、僕が引っ越す。きっかけとなった出来事です。僕のアパートは山の中のかなり古い2階建てのアパートでした。もちろんトイレは共同で、風呂なんかついてません。僕の部屋は2階の一番奥の角部屋でした。窓からの眺めも悪く、っていうか外は森みたいな雑木林で、昼間でも日当たりは悪かったです。僕の部屋は大学から近くて、よくたまり場みたいな感じになっていました。その日も普通にサークルの友達が来ててゲームとか麻雀してたんですが、夜遅くなってしまい友人 A、男、飛び子、女、年子、女、は、僕の部屋に泊まることになったんです。まあ次の日は休みだしいいかなと。そのままだいたい2時くらいまで麻雀とかしてましたが、ちょっと飽きてきたのか B 子が、肝試しでも行く？と言ってきました。僕もお買いたくるくらいのオカルト好きなので即 OK。A も乗ってきて、残りは C 子なんですが、彼女はいわゆる天然キャラで、私霊感あるからあんまり行きたくない。と、あんまり乗り気じゃなかった。結局、夏の風物詩ってことで半ば強制的に連れてくことにしました。肝試しの場所は僕のアパートの裏、森の入り口って感じの獣道があり、その奥はどうなってるのか行ってみることにした。興味はあっても全員ビビりなので4人で一緒に行くことにした。ライトは一つしかなく、先頭の僕がライトを持ち僕の肩につかまるように、僕 B 子 AC 子ってな感じで前の人の肩を持って獣道を歩いていました。実はこの森、僕のアパートと楽の方から行くと頂上には古い神社があります。皆はこのことを知らなくて、森を歩いてたらいきなり神社に着いたら驚くかな、と思い、僕は、あえて皆には言いませんでした。夜行くと獣道ってものすごくわかりづらくて、何回も道を見失いそうになったが、僕は、さりげなく皆を神社方面に誘導しました。
僕のアパートから神社までそう遠くはなく、多分歩いて10分くらいだと思う。もうすぐ頂上に着くかなと思い、僕は、みんなの驚く顔を楽しみにしました。ストップ。ちょっと待って。いきなり A は叫びました。みんなさっと後ろを振り向き、え？何？シーコがいないんだけど。僕は？お前の肩持ってたんじゃないの？シーコが、って話したと思って後ろ向いたらいないんだよ、B子。それってマジヤバくない。僕たちはシーコの名前を呼びながら森から出ることにしました。森の中でシーコは見つかりませんでした。僕たちはアパートの前まで戻り、かなり焦りながらどうするか決めました。結局、僕と A がもう一度山に入り、B 子は僕の部屋で待機という感じになった。僕と A は再び森の入り口に来て、いざて時に A の携帯が鳴りました。B 子です。C 子が僕の部屋の前にうずくまってるとのこと。僕と A は胸を撫で下ろし、アパートに戻りました。部屋の前で C 子が泣いていて、それを B 子が慰めていた。とりあえず部屋の鍵を開け、C 子が泣き止むのを待ちました。C 子は、ごめんね、ごめんね、とつぶやきながら部屋の隅でうずくまっていた。10分ほどしてやっと C 子は泣き止みました。なあ、途中で帰るのは、いいけど、せめて何か言ってくれよ。A は少しイラついた様子で C 子に言った。C 子、ごめん、キックでも私ちゃんと戻るって、言ったよ。聞こえなかったら意味ないでしょ。C 子、私大きい声で言ったのに、それに、C 子、私、森には入ってないよ。僕たちは背筋がゾッとしました。は、何言ってるの？俺の肩ずっと持ってたじゃん。C 子、森に入る前に嫌な感じがしてそれで入るのやめたの。B 子、ちょっと、もうやめてよ。B 子が突然切れて会話は途切れました。気まずい雰囲気が続き、結局そのまま寝て、次の日みんなは帰宅しました。その日、A から電話が来ました。もちろん昨日のことに関してです。なあ、僕の名、昨日のことどう思う？僕、さあな、一瞬ビビったけど、どうせどっちか嘘ついてんだろ？いや、俺は嘘ついてねえよ。確かに A は意味のない嘘はつかないやつだった。あのな俺森の中で一度だけ後ろを見たんだ。その時シーコは確かにいた。けどな。その時、シーコが見たって笑ったんだ。目とか釣り上がってるように見えたまるで狐に疲れてるみたいに、その古い神社には狐を祀っている、いわゆる稲荷神社でした。終わり。5年前の話です。我が家は庭に建て増しをして家を広くしました。うちは祖母、両親、兄、妹、私と大人数だったので、部屋が増えて嬉しかったのですが、それから我が家は、めちゃくちゃになりました。父はお酒をほとんど飲まない人でしたが、理由もないのに。酒量が増え、暴力は振るわなかったものの大声で怒鳴るようになりました。兄はそんな父が嫌で、就職が決まっていたので、会社の寮に入って家を出て行きました。続いて祖母、妹が家で事故死しました。妹の遺体を見つけた。のは母で、突然のことで辛かったせいか変な拝み屋のところに通い、詰めるようになり、家事をほとんどしなくなりました。家が広くなってから3ヶ月でこれだけのことが起きました。私は、というとずっと夢だ、幻覚症状だと自分に言い聞かせて、ごまかしていたことがありました。家を広くしてから知らない。3人家族を家のあちこちで見るようになったのです。最初に見たのは庭ででした。
父親らしき男、母親らしき女、子供らしき男の子。格好は、古い感じで三人で記念写真のように立っていて、口だけが、ニヤニヤと笑っていて、馬鹿にされてるような感じでした。いつも私が気づくとに、3秒経ってから消えます。そんな中、野良猫が庭に迷い込んできました。うちは動物を、飼ったことがなかったのですが、私が学校に行くときと帰ってくるとき、必ず玄関にいて待っているその猫が可愛くてしょうがなくなり、父と母の機嫌のいいときに説得し、うちで飼うことにしました。鼻のところにほくろのような模様があったので、花ちゃん、と名付け、花ちゃんの存在は安らげない家の中で唯一の慰めでした。花ちゃんが一緒にいるときは、なぜかあの家族を見ることもありません、でした。2ヶ月くらい経った頃、花ちゃんは急に死にました。朝いつも一番に、起きる花ちゃんが起きてこないので、部屋を探すと花ちゃんは、冷たくなっていました。獣医さんは心臓麻痺かな、と言ってました。私は、ここ3ヶ月に起きたこと、心の拠り所だった花ちゃんがいなく、なってしまったことで精神のバランスを崩したのか、すべてが、どうでもよくなり感情を表に出すことなく、毎日を過ごすようになりました。ある夜、ふっと目を開けるとあの三人家族がベッドの脇に立って、私を見下ろしてました。ニヤニヤと笑っていました。今考えると恐ろしいのですが、その時はもう、勝手にしてよと思っていました。その次の瞬間でした。ものすごい剣幕で怒っている猫の大きな顔が浮かび上がり、父親らしき男に噛みつきました。家族は驚愕の表情で消えました。私もこの時は、本当に恐ろしかったのですが、穏やかに変わった猫の顔を見た瞬間、花ちゃん、と叫びました。花の横の模様がはっきり見えたのです。朝起きると珍しく母が先に起きていました。寝ていたら布団の上から、猫の足のような感触でつつかれ、起きてしまったのだそうです。私は、抑えていた感情が一気に溢れ、大泣きしました。母と起きてきた父を、前にして、酒を飲んで怒鳴るのは止めて、拝み屋に行くのも止めて、こんなんじゃおばあちゃんと妹があの世に行けない、とにかく泣き叫び、ました。さすがに両親もわかってくれたらしく、父は家のお酒を全部、捨てて病院に通い、母は拝み屋に行かなくなり家事をするようになりました。そんな時、兄から連絡がありました。子猫を飼ってくれないかというのです。寮に住み着いた猫がいて、毎晩駅からの帰り道の途中で自分を待っている。可愛くて放っておけない、自分は寮だから面倒見てくれないか、という話でした。花ちゃんには申し訳なかったですが、うちで飼うことにしました。学校から帰った夕方、一人で家にいた時です。台所でテレビを見ていると、寝ていた子猫が急に起きて廊下に飛び出ていきました。同時に廊下で、バタバタバタ、と玄関に向かって走る音が聞こえました。驚いて、廊下に出ると、子猫が毛を逆立てて玄関に向かって怒っていました。近づくと、フィラー、と猫の怒鳴り声と、うわー、と男の声が響きました。猫の声は子猫のものではありませんでした。あの家族を見ることは全くなくなりました。兄は猫が気になるらしくよく家に帰ってくるようになりました。父も母もおかしなところはなくなり、家族で1ヶ月に一度は祖母と妹のお墓参りに行きます。我が家では猫はうちの守り神。と思うようになったせいか。今は7匹の猫がいます。子猫も大きくなりボスとして健在です。花ちゃんグッジョブ。つ。今から4から5年前の話、体験談。当時はもう別れていたが、Rという元カノがいた。別れてからもちょこちょこ、連絡は取ったりする仲だった。
なのでたまに他愛もない理由で電話がかかってくる。こともあった。だがその夜かかってきた電話はちょっと違っていた。電話の向こうの R は怯えた感じで、今すぐ家に来てほしいという。R はその頃アパートを、友人と共同で借りており、ちょうどその時間帯は一人だったらしい。別れてから家に招かれる、ことはそれまで一度もなかったし、まあ行ってやっか、って感じで菓子を買ってから、R のアパートへ向かった。電話ではなぜ俺を呼ぶのか理由を聞かなかった。ただすぐ来てくれと怯えた口調で言われた。だけだった。まさかドッキリか?などと思いつつも到着してみれば本気で R は震えていた。どうしたのか尋ねると、ドアを誰かが蹴るのだという。そのアパートの作りはまず玄関から、入ってすぐ突き当たるため、左に進んで6畳ほどの部屋に到達する。その6畳の部屋に入る前に、もう一度ドアを通るのだが、そのドアを誰かが蹴るということらしい。当然ドアを閉めていても、誰かが侵入してくれば玄関のドアの音、6畳部屋までの通路を歩く音で気づく。だがどんなに静かにしていても何の気配も音もなしにドアが蹴られるというのだ。俺は、はっきり言って霊感ゼロである。それまで幽霊も見たことないし、不可思議な体験をしたことも、ない。なのでかなり余裕を持って、部屋の気圧かなんかがあれで蹴られたような音が響くだけ。じゃね?とわけのわからん結論を下し、買ってきた菓子をつまんでいた。それから十分経ったか経たないか、その時突然音が響いた。ドンという鈍い音がドアから。聞こえたのだ。テレビもつけていなかったため、空耳ではなかった。全然別のところを見ていた俺は、身体をびくつかせておののいた。R も眉間にシワを寄せてまた震え始めている。とっさに俺は、ドアを開けて、玄関から続く通路を見た。誰もいない。玄関のドアは完全に閉まっていて、誰かが開けた形跡も、なければ出て行った形跡もない。ちょっと怖くなる俺。とりあえず玄関の鍵が開いていたのに、気づき、ちゃんと鍵を閉める。これでもう大丈夫、と無理やり自分と R を納得させてまた部屋に、戻った。が、そのすぐ後にさっきよりもはるかに大きなドン、という音がドアから発せられた。ちょうど俺は、その時ドアを用意していた。確実にドアを蹴った時のようにドアが振動したのがわかった。誰だ、おい。と、俺は、ドアを開ける。でもまた誰もいない。ドアは確実に鍵を閉めた。入ってくる者などいるわけがない。この時点で俺は、人間のいたずら説を完全に否定せざるを得なかった。部屋では R が泣いている。震えも止まらないようなので俺が隣に行って慰めてやろうと思った。だが情けないことに俺もちょっと震えていた。その時インターホンが鳴った。かなりビビったが、同時に人が来たということで多少安心する俺と R。開けてみれば R の友人だった。俺だけじゃなく、その友人にも来てくれと R が頼んでいたらしい。だがその友人は興奮気味に俺たちにすぐそばで起きた事故について話し出した。アパートから少し歩くと大きな国道に出る。そこでバイクと車の衝突事故があったという。青ざめながら見に行って、見ると、すでにバイクの運転手は救急車で運ばれた後だったが、フロントタイヤが引き下げたバイクを見て相当な勢いで衝突したことを感じ取ることができた。これを見るにあたり、俺と R は本気で血の気が引いた。もしかしたらあのバイクの運転手はそのまま死んだかもしれない。その運転手があのドアを叩いたのかもしれない。その時の俺たちはそうとしか考えられなかった。俺は、そのボケに帰ったが、友人が R の家に泊まっていったようで、その日は眠ることなしく過ごしたらしい。ほどなくして R はそのアパートから引っ越したという連絡を受け、今に至る。あれから電話で話すことはあってもあの事故の日のことが話題に上ることはない。
あの頃はあれでもうアパートの心霊体験は片付いたと思っていた。事故った運転手の魂か何かが、偶然にもあのアパートのドアを叩き、俺たちに何かを知らせたのかと思い、忘れ去っていた。だが、あれから時間が経ってよくよく考えてみれば、事故が起きたと思われる時間以前から R はドアを蹴る、音を聞いている。あの強烈にでかい音は上に書いたように考えて辻褄を強引に合わせていたが、その、あたりは今もって理解できない。これは俺の唯一の心霊体験である、と確信している。俺は、今でもあのアパートの近くを通るのは避けて、いる。8年ほど前、俺が専門学校に通っていた頃の話。その頃は専門学校生で、学校でつるんでる仲間とよく心霊スポットに行ってた。別に大好きってわけでもなくて、特に行くとこもなくてただドライブしてるだけもつまんないので、適当な目的地として心霊スポットを選んでるってだけだった。ウォーフェイ。とかその場のノリで行っては見るものの、別に怖いなんて思ったことは一度もなかった。そんな頃、友達が車を買ったというのでその新車でドライブに行くことになった。またケイダム行く？もう心霊スポットへよう。別に女の子おるわけじゃなし。行くとこないじゃん。米軍基地でも行こうか？あらかた近場の心霊スポットは息づくした俺たちは、そんなこと話しながらドライブしてた。そういえば、と、友達が話し始めた。ワイってとこにエスミネってとこあるらしいんじゃけど、そこなんか怖いらしいで。へえ、どんな曰くがあるん？聞くと、なんでもワイって場所は縁結びの神様が祀られてる神社があるそうなんだが、そこである女が好きな男への思いを願い続けたが、ついぞ叶わず、その神様を呪うという遺書を残して身を投げたとこなんだそうな。ええじゃん。行こうや。でも場所がいまいちようわからんわ。わいはわかるけど、エスミネって聞いたことないよ。ええよ、コンビニでキコ W。別に目的地につけずとも、何か探すっていう目的でよかった。俺ら言うの遊び方。わいは少し遠かったけれども、夜は道も空いててそんなに時間はかからなかった。俺らは適当なコンビニを見つけて、エスミネを探すことにした。友達二人は売り物の地図を広げて、俺は店員に聞いてみた。すんません、ここらでエスミネって知りません。ああ、エスミネ、ありますよ。そう言って店員は詳しい行き方を教えてくれた。そこって神社あります？ああ、T神社でしょ？今から行くんですか？そうそう、なんか怖いらしいから。怖いですよ。あそこは。店員の口ぶりに興味を惹かれた。え？店員さんも行ったことあるの？エマでしょ？エマ？エマの遺書。何それ？エマに遺書が書いてあるんですか？そうですよ、右側の書けるとこの一番下の右から、3番目くらいかな？一番奥。でももうさすがにないかな？そこにあるの。俺は見たんですけどね。ま、今から行くんでしょ。もし見られなかったら何が書いてあったか教えますよ。大体覚えてるから。帰りもここ通るんでしょ？そんなん見て大丈夫なん？外しちゃダメらしいですよ。俺はビビって外せんかった。できたら外してみてくださいよ。またまた、なんて店員と談笑していると。おい、場所わかった？と、友達が地図をしまって話しかけてきた。おう、店員さんが教えてくれたわ。ついでにおもろい話も。ほんま？地図載ってなかったや。わかったんなら行こうや。オーケー。おもろい話たるけいの。ただ出るのは悪かったので、
缶コーヒーを一本買って店を後にした。俺はさっき店員から聞いた話を走る車の中でコーヒーを飲みながら友達に話した。それマジで？やばいんじゃないん？まあ外すまあや、見るだけならええんと。外したらどうなるか知りたいわ。まるまるちゃん外してみてや。お前店員と同じこと言よるわ W。そんな話をしながら、店員に教えてもらった通り車を走らせた。お、あれじゃないん？神社らしきものが見えてきた。そこは結構山を登ったとこで、神社はちょうど頂上付近に立ってるって感じだった。そのあたり一帯が多分エスミネなんだと思う。俺たちは車を止め、神社に入ったが、神社は思ったより綺麗でなんだか拍子抜けしてしまった。なんか心霊スポットって感じでもないの。おお、これなら W。近所の地名の神社のがよっぽど怖いで。まあ、絵馬探してみようや。絵馬が欠けてある掲示板みたいなものはすぐに見つかった。幅2メートル弱くらいのものが2つ並んでいた。右側の一番下の右から2から3番目。絵馬は掲示板全体に、ぎっしりといった感じで掛けられていたが、店員が行った箇所に目をやるとちょっとおかしい。あった？いや、ないけど、何これ？右側の掲示板、一番下の一番右。絵馬をかける釘の根源に、なんだか郵便ポストのような、ロッカーのような。いや、まるでビルの配線やらが入ってて、丸いとこを押して砦を出して開くやつみたいな。わかってもらえるか？そんなものが取り付けられていて、蓋に開いた小さな穴を通って釘は打ち付けられていた。その蓋の両端は耳みたいに砦が出してあって、それぞれ南京錠がしてあった。こん中に遺書が入っとるとか。そうじゃ、きっとそうじゃ。うお、これ怖い W。中に目的のそれが入っていると確信して妙にテンションが上がった俺らは、そのロッカーみたいな箱を外してみようとなった。箱は掲示板には釘で打ち付けられているだけだったので、みんなで引っ張れば外れそうな気がした。最初に、外にかかってる絵馬を全部外して、車から持ってきたマイナスドライバーで箱の打ち付けられている部分を持ち上げて、指が入るくらいの隙間になってからみんなで引っ張った。バキッ、と音がして箱が外れた。うお、外れた。中には明らかに他のものより古い、黒ずんだ絵馬が入っていた。みんな最初は黙って見ていたが、俺は絵馬に顔を近づけよく見てみた。何も書いてない、裏返してみると、字らしきものが書いてある。みんなも顔を近づけた。おい、火つけて、見えんわ。友達がライターの火で今を灯す。大好きな Y さん。大好きな Y さん。祈ったのに、離れていった。裏切られた、許さない。みんな絶句した、これは怖い。うおう、ふぇ、テンションが上がった俺は調子に乗ってオーバーリアクションをしてしまった。手に持っていた絵馬が俺が振った手に引っかかってポーンと飛んでいった。あ、カツンと音を立てて落ちる絵馬。俺は急いで拾い、すぐに元の場所にかけた。やべ。さすがまるまるちゃん。いや、ほんまにわざとじゃないんよ。ちょっと調子乗ってもうて、友達に言い訳をしてもしょうがないのだが、なんだか怖くてそんなことを言った。やばいんかね？ま、迷信じゃろ。なんもないよ、こんなもん。ちょっとビビり始めた俺に気を使ってくれる友達にちょっとほっとしたその瞬間。こやー、ものすごい怒鳴り声。俺は腰を抜かしてそこにへたり込んでしまった。
また冷やかしかと思ったら、まさか外しおるとは、こんのバカもんが。いきなり怒鳴ったおっさんが神社の人だってのはすぐにわかった。いいさいこいて、こんなところ見つかるなんて情けない。警察呼ばれたらやばいかも。すんません。X さん、みんな謝るふりして、逃げるタイミングを目くばせして測ってた。するとおっさんは、外したか？はい。箱外したんは見やわかるわ。エマじゃ。エマは外しとらんじゃろうのう。ちょっとだけ、ほんのちょっと。すぐに戻しましたよ。おっさんは押し黙って、ふーっとため息をついた。誰なら？外したんは。俺、です。ちょっと来い。いや、ほんまにすいません。出来心で箱も直しますから。ごめんなさい。AK、来い言うとろうが。おっさんはいかにも神社の人って格好をしているのに、まくし立てる様子は、まるでヤクザだった。俺は仕方なく、言うがままついていった。その時俺を置いて逃げようかどうしようか迷っていた友達の様子がとても憎らしかった。結局友達二人もついてきて、俺らは神社の裏手の建物の中に連れてこられた。さてと。おっさんは正座している俺の前にしゃなりと座って、じっと俺の目を見た。顔が怖くて目をそらしたかったが、そらしてはいけないような気がして俺もおっさんの目をじっと見ていた。しばらくして、あんた、男前じゃの。は？彼女はおるんかい？え？一応。好きなんかいの？まあ。わけのわからない質問に困惑したが、なんとなく心配になって聞き返した。彼女がなんかまずいことにでもなるんですか？ん？もしかしたら調子壊すかもしれん。なんで？あんた、あそこまでしたんならあのエマが何か知っとるんじゃろ？噂で。あのエマがあそこにかかっとるうちわの、女も悪さはせん。決して安らかなわけではないがの。外すと途端に悪さをするんじゃ。自殺したもんもおる。俺は絶句した。俺らもやばいんですか？アトロの友達二人が聞くと。ちょっと外れたくらいなら、あんたらは大丈夫じゃ。でもあんたは、ちょっと悪さされるかもしれん。あんた男前な系、もしかすると女を狙われるかもしれん。ちょっと、どうすればいいんですか？幽霊なんか信じない。そう信じていた俺は、もう完全に霊の存在を肯定していた。あんたに影が見えん。女のところに飛んだのかもしれん。もしかしたら何もないかもしれん。女が調子悪くなったら、病院行く前にここに来い。おっさんは棚からメモ用紙を取り出し、電話番号を書いて俺にくれた。か？次悪さしたら警察突き出すけんの？わったか。はい、X さん。いい返事をして頭を下げて帰ろうとする俺らを呼び止めて、おっさんは工具意識を持ってきた。直していけ。俺たちは外した箱の修理をやらされた。まあ当然といえば当然なんだが。まくれた板をボンドで引っつけている途中、目の前で揺れる古びた絵馬が怖くて、マジで帰りたかった。絵馬に箱をそっとかぶせて、首を打ち直した。こりゃ、どうにかせんとのう。おっさんが後でつぶやいた。その日は、なんだか大変なことをしたと思ったが、なんか実感がなかった。帰りの車の中でも、いやーまるまるちゃんはやる思うたよ。さすがじゃあや、うお、へい、
ボーン。ジャモンノー、俺できんわ。いや、マジでビビってもうたよ。でも正直おっさんのが怖かったけど。ほんまよ、なんやあれ、ヤクザか思うたや。緊張感などまるでなく、解放された&で楽にハイテンションだった。ちゃん、俺の彼女、もう大丈夫よ、あんな脅かすために言うたんじゃや。俺も、まあないだろう、と思っていた。帰りに行きに寄ったコンビニに寄って、店員にエマを外したと報告して帰った。店員はどうなったか聞いてきたが、何もなかったというと、なあんだといった感じで笑っていた。次の日、一応心配だった俺は彼女に電話をして体調を確認した。そんなことを聞いてくる俺を彼女は不思議に思って、何かあったのかと聞いてきたが、元気そうだったので次の日の休日に会う約束をして電話を切った。その晩、彼女から電話があった。まるまるちゃん、ごめん明日会えんかも。え？どうした？ドキッとした。なんか風邪ひいたみたい。熱あるし、寒気もする。治ったらいいんじゃけど、なんかひどくなりそうで。もしダメじゃったらごめんね。俺は急に怖くなった。そう、あったかくして、今日はもうねえや。電話を切って俺はすぐにおっさんにもらったメモがちゃんとあるか確認した。電話番号を携帯のメモリーに入れて、メモも財布に入れておいた。もし明日彼女の体調がやばかったら電話をしよう。次の日、昼前に起きて彼女に電話を入れてみた。何回かかけたが、出ない。しばらく待ってまたかけた、さらに待ってまたかけた。全く電話に出ない彼女が心配になって、バイクで彼女の家に行った。彼女は実家暮らしで実家の番号は知らなかった。彼女の家について、チャイムを押そうとしたその時、玄関がガチャリと開いて、彼女を背負ったお父さんが出てきた。お父さんは俺を見て。の友達？今はちょっと、体調が悪いんじゃ。病院に連れて行く系。背負われている彼女は意識があるのか、ないのかもよくわからなくて、口をパクパクさせてやっと呼吸をしているといった感じだった。これは電話をしないと。すぐに携帯を取り出して、神社の番号に電話をかけた。玄関から半べそのお母さんが出てきて、お父さんに駆け寄り。あなた、救急車呼ぼう。車の方が早い、なんて言い争いをしていた。それを聞いて俺はパニックになりかけてた。T神社です。あの、〇〇と申します。神主さんを、J さん、おっさん、お。は、はぁ、あ、少々お待ちを。保有音が2から3秒流れすぐにおっさんが出た。もしもし、大丈夫か？彼女が、が、落ち着け。すぐにくれるか？はい、すぐに行くから、助けてください。すぐに来い。車か？気をつけー。それと、これは携帯電話か？そうです。じゃあ切るな。このまま彼女の耳に押し当ててわしの声が聞こえるようにせい。わ、わかりました。携帯を自分の耳からはなした俺に両親はすぐ詰め寄ってきた。お、おい、今の話は何や？どういうことや？車で話します。だから、車貸してください。すぐに。気づくと俺はべそかいて涙と鼻水で顔がぐちゃぐちゃだった。病院に行くんじゃないんか？訳を話せ。神社に行くんです。俺が幽霊にちょっかい出したんです。そのせいで彼女がこうなってるんです。お祓いしてもらうんじゃ。すぐいかんと、俺はまくしたてた。俺のすごい剣幕に、両親も押され気味で困惑していた。さすがにいきなり幽霊とか言われりゃ困惑するだろうが、
何言ってるの、病院行かなきゃ、あなた。迷うお父さんの背中から、ガクと目を開けて俺を見ていった。Y さん。エマにあった名前、大好きな Y さん、俺は血の気が引いた。両親を殴り倒して車を奪ってでも神社に行かなきゃ。行こう。急にお父さんが娘を車に乗せた。君が運転してくれ。俺はすぐに車に乗り込んだ。お母さんは、あなた、本気。どういうこと、とさくらん君だ。お母さんも乗り込んできて運転席の俺につかみかかるが、俺は構うもんかと車を発車させた。そして揉めている両親の怒号を打ち消すような大声で叫んだ。この携帯電話をの耳に当ててくれ。キーキー騒ぎ立てる母親を制止して、お父さんは携帯電話を彼女の耳に当てた。すると彼女は苦しみ出した様子で、お母さんはもう狂ったように。やめてー、やめてー、と叫んでいた。これは、なんや、なんでこんなことするんや。神社の神主さんがそうしろって、俺もわかりません。車の中はしばらく想像しかったが、やがてお母さんも落ち着いてきて、というか疲れてきたというか、お父さんは詳細を把握しようと俺に経緯を尋ねた。俺は神社のこと、女と絵馬のこと、そしてあの夜のことを話した。両親は信じがたかったろうが、特に反論もせず、それからはしきりに彼女の名前を呼んで励ましていた。神社に着くと、俺は彼女の耳から携帯を取り自分の耳に当てた。電話からは、おっさんのお経のような、呪文のような、そんな声が聞こえる。着きました。そうか。すぐに前お前が入った建物まで運べ。俺とお父さんで急いで彼女を神社の裏手の建物に運んだ。おっさんはなんか、神々しい格好をしていて、頼もしかった。彼女をここに、言われた通り、彼女をおっさんの前の布が引かれた場所に寝かせる。おっさんはお経のような、呪文のような、歌のような、そんな言葉を発しながら、彼女の身体に手をかざしたりし始めた。たまに普通の日本語っぽい言葉も聞こえた。そのうち彼女に変化があった。うなり声が上がったと思うと、彼女は目を見開いて。またかー、またかー、おのれー、おのれー、とすごい様相で叫び出した。身体は反り返り、たまにドスンと床に落ち、すぐ反り返る。お母さんはその様子を見て気を失ってしまった。俺ももう身体がありえないくらい震えていた。違う、違うぞ。この男は違うのだ。ひゃあ、ひゃあ、わい、わい。そっと寸前の俺をおっさんはいきなり捕まえて、彼女の目の前に突き出した。よく見るがいい。お前の愛した男か。違うであろう、すごい彼女の様相。いや、これはあの女の顔なのか。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、違うんです。ごめんなさい、俺は今を外したことを心の底から謝った。声にならない声でうなっている彼女、そのうちそれはすすり泣きのようになっていった。おっさんはそれを見分からったように、彼女の横にそっとしゃがみ込み、今までとは比べ物にならないくらい小さな声で語りかけていた。俺は腰が抜けて放心状態だった。横では彼女のお父さんもへたり込んでいた。やがて、彼女はだんだん落ち着いた様子になり、おっさんは最後の仕上げとでも言うように、立ち上がり、またお経のようなものを読んで、俺らの前にしゃなりと正座した。もう、大丈夫です。それを聞いて俺は涙がボロボロ出た。声を上げて泣きじゃくってしまった。お父さんとおっさんがいろいろ話をしていたようだが、よく聞いていない。
彼女は気を失ったままで、意識が戻ってからでいいので、病院に行くようにと言われたらしい。おっさんは帰り際に俺に話した。正直あの程度でここまで疲れるとは思わんかった。あんたー、よぼど気に入られたんじゃのう。もう払ったから心配いらん。が、もう彼女には会うな、未練は相当なもんじゃ。またあんたと一緒におればああなるかもしらん。もう会うな、お互いのためじゃ。気の毒じゃが創生。彼女のことは好きだったので、ショックだったが、やむを得ないと思った。おっさんは続けて。できればの、引っ越せ。この土地を離れー。それが一番安全じゃ。元はといえばあんたの軽はずみな行動が原因じゃ、反省せい。引っ越しはちょっと、と思ったが、やっぱりやむを得ないと思った。学校もやめなきゃ。その後彼女の両親に送ってもらった。お父さんは、こうなったのは君のせいだが、助けてくれたのも君だから礼を言う、と言ってくれた。お母さんは、ずっと黙ってた。俺は両親にもう彼女とは別れ、自分もこの土地を後にし、戻らないと約束した。お別れも言えないなんて辛くて涙が出た。その後俺は学校を辞めて地元に戻り就職した。その後ろつるんでいた友達、心霊スポットを一緒に回った友達二人も、もちょくちょく遊びに来てくれたが、誰も彼女のことや、あの夜の後日談に触れる奴はいなかった。おつ、読みやすいので楽しめました。途中、邪魔してすまんでした。わら、おつです。話も読みやすくてよかったです。悪ふざけでしたことだったのに、大好きな人と会えなくなるってのは悲しすぎる。500、おつ、子は面白かったよ。グッジョブ。もう、少しで1年が経とうとしている昨年の話だ。2004年の11月も中旬を超えた日曜日の朝、私は、交通量調査のアルバイトで、自宅から電車で30分ほど離れた見知らぬ街の見知らぬ交差点でパイプ椅子に腰掛けてたんだ。その日は晴れで朝のうちは肌寒かったんだが、昼にはポカポカ陽気になって、羽織ってた上着を椅子の背もたれにかけるくらいだった。交通量調査のアルバイトは経験があったし、拘束時間12時間で16,000円の、アルバイト料は魅力だった。ちょうど大学の講義の試験も重ならなかったので、友人も誘ったのだが用事があるとのことで、結局一人で行くこととなった。仕事の内容は非常に単純で車種を10種に分けて、カウントしていくというもの。なのだが、担当した交差点は交通量が早朝にもかかわらず結構多く、慣れる。まで若干かかったのを覚えている。私とペアになった人は、同じく大学生でメガネをかけた痩せギスの陰気な感じ。だったので会話は必要事項以外はほとんどしなかった。無言でカウントを黙々と続けていると、だんだんと脳髄反射でボタンを押して、行くことを覚え始め、病気も手伝ってぼーっとし始めてきた。車をずっと見ていると、ゲシュタルト崩壊というのか、例えば文字をずっと見て、いるとその意味がある瞬間理解できなくなるような感覚に陥るように、周りの事象が意識に溶け込んでくるようになってきた。開始から3時間も経った頃だろうか、昼の休憩時間は、まだだったので正午には、なっていなかったと思うが、ふと向かって反対側のガードレール脇の牛乳瓶と、そこに添えられたしおれた花に目が行ったんだ。車道は2車線。軽4車線を挟んで反対側だから結構距離があるので気がつかなかったが、確かに牛乳瓶に花が添えられているようだった。直感的に、おそらくそこで人身事故があったのだろうとは思ったんだが、日中かつ、交通量が多く騒がしかったということもあり特に気にはならなかったんだ。ただ、3時を超えた頃だろうか、
なぜかだんだんと反対側のガードレールの方に、意識が向く様になってきたんだ。その頃は、まさに陽気と単純作用で意識が朦朧と、していたように思うんだが、周りの雑踏や目の前を通り過ぎる車両は全く意識に入らず、まるでエアポケットに入ったような感覚だったように思う。その感覚の中で、反対側のガードレールだけが妙にはっきりと見えていた。厳密にはガードレールの隣に立っている、黄色い交通安全帽子をかぶった、10歳に、満たなそうな女の子に、赤い上着と茶色のスカートを履いて、ランドセルを背負っているようだった。女の子の手は胸の前でランドセルの肩紐を握っているようだった。日差しが強かったので顔の表情は帽子の陰で着替えなかったが、ずっとそこにいる様子だった。いやずっとそこにいたのかもしれない。ただ動くこともなくずっと立ちすくんでいた。その時は恐怖はなく、ただ不思議に感じていたのだと思う。見回りに来た責任者に声をかけられた時に、不意に雑踏が戻り現実に戻されたような気がしたのを覚えている。カウントに集中し始め、ふと反対側を見るとさっきの女の子はいなくなっている。気のせいだったのかとも思ったのだが、しばらくするとやはり女の子がいるようだ。意識を集中して女の子を見ようとすると見えなくて、ふと何気なしに反対側を見ると、赤い服と黄色い帽子が目に入るといった感じだった。ペアのメガネ君にもそれとなく女の子が見えるか聞いてみたが、どうやら彼には、見えていないようだった。女の子も動かず、また日も高かったし、距離もあったので恐怖というほどの感情は、芽生えず、ただ不思議だなぁ、気味が悪いなぁとしか、その時は感じていなかった。が、日も暮れて夕闇が迫る頃になっても女の子は立ったままで動かない。日も完全に暮れて車のヘッドライトが交差点を照らすようになっても女の子は、まだ動かない。むしろヘッドライトの強い光で鮮明に見えるようになったようだった。アルバイトも残すところ30分と切った20時前、相変わらず交通量は多く、ヘッドライト、塗装音の行き交う中、ふとした瞬間、ヘッドライトが女の子の顔を照らしたんだ。はっきりと見えたんだ、女の子の顔が。真っ白な顔に真っ黒の空洞のような目でした。その時、耳元で、お家帰りたい、って声が聞こえた気がした。初めて背筋が凍った、目をつむって終了の時間が来るのじっと待っていた。時間が来て、アルバイト料を受け取り電車に乗って帰宅したんだけど、下り電車で満員。状態にもかかわらず恐怖が収まらなかった。目をつむっても真っ黒な空洞のような目が頭に浮かんでくる。家に着いても友人に連絡する気も起きず、布団に包まって朝になる。のを待っていた。翌朝、ほとんど一睡もできず、疲労も取れないまま大学の講義に出席した。友人に、昨日の話をするも誰も信じてくれず、何か訴えたかったんだよなどと箸にも棒にもかからないことを言われす始末だったのを覚えている。その後、11ヶ月が経ったが別に霊障があったとかはないのだが、未だに黄色い交通安全。帽子やランドセルを見ると真っ黒な空洞の目を思い出して恐怖が湧き起こる。あの女の子の表情からは怒りや憎しみといった感情はなかったように思うが、ただ表情を見た瞬間に異世界に突き落とされたような言われもない恐怖を感じたことは事実だ。表現しがたいのだが、生都市の教会を見たような、単に恐ろしいものを見たというだけでなく、精神の根源から恐怖するような感じだった。以上、拙い文章で申し訳ない。おつ。山菜採り。俺の兄貴が小学生の頃の話。俺が生まれる前の。兄貴が小5の春頃、おじいちゃんと一緒に近くの山に山菜採りに入ったんだって。狙っていたのはタラっていう植物の芽で幹に夏目が生えてるんだけど、
春頃に生えるその芽が天ぷらとかにするとすっごく美味しいんだ。兄貴はそこの山でよく遊んでたらしくて、山菜の種類は知らなかったけど、おじいちゃんより山道には詳しかった。そんなこともあってどれがタラの芽かを知ったら、兄貴は一人でずかずか山に入っていったんだって。兄貴は山菜採りに夢中になって普段は見えているけど行かない。ような山にも入って結構な量が手に入ったのに、満足して帰ろうとすると近くに人の気配がして振り返ったんだって。すると10メートルぐらい離れた大きな岩の上に、ガリガリに痩せた汚い着物姿の白髪のじいさんが座ってたんだって。兄貴はちょっとビビったらしいんだけど、足元に山菜カゴがあったから、同じ山菜採りの人かと思って挨拶して帰ろうとしたんだ。するとそのじいさんが、坊主タラの芽探しとるのか?って言いながらところどころ歯の抜けた口を開けてにたりって笑ったんだって。兄貴は気持ち悪いとは思ったんだけど、うん、おじいさんも山菜採ってるの?って聞き返したんだって。続く。するとそのじいさんは山菜カゴに手を伸ばすと、わしもタラの芽じゃ、知ってるか坊主、タラの芽は生でもいけるんじゃぞ。って言いながらその場でわしゃわしゃ食っている。兄貴はそれをじっと見て目が離せなかったんだって。なぜならそれは、タラの芽、じゃなくて、かぶれることでおなじみの、漆の芽、だったんだ。目の形自体は似ているけど全然違うものだし、むしろ身体に悪い。ひどいかぶれを起こすから。それをわしゃわしゃ食ってるじいさんに。兄貴は怖くて声も出せず、ただ涙をポロポロ流してそこに立ち尽くすことしかできかった。そのじいさんは見ていると体中ドロドロにかぶれていって、口からは噛むたびに血が湧き出てきてたんだって。それによく見ると足が折れているのか、変な方向に曲がっている。こいつはやらんぞ。ここら辺にはもう食えるものは残ってねえ、他の場所を探しな。坊主も、もう村には食い物は残ってねえから山まで入ったんだろうが残念だったなぁ。そう言うとじいさんはまたにたりと笑う。そして次の瞬間、スーッと消えていなくなったんだって。その後兄貴は叫びながら走って山を降りて帰ってきたらしい。そのことを大人に話しても誰も信じちゃくれなくて、ふてくされてた時、菊の菊長さんがその地域の昔話を教えてくれたんだって。お前の入った山は昔奪捨てて山だったんだよ。それに飢饉の度に口減らしもあった。多くの人があそこで食べ物を探して死んでいったんだ。捨てられた人は食えるも。おしまい。